毒麦は、稲科の道端や荒れ地でたまに見られる雑草の一つ。新約聖書のマタイによる、福音書中にある畑の毒麦の例えにも出てくる。毒麦は単子葉植物稲科、毒麦属の一年生植物で、高さは30から80センチメートルとなり、根元から茎を直立させ株立ちする。 葉は細長く長さ40から60センチメートル、幅3から10ミリメートルとなり下面はザラつき、小さい歯みみと、高さ1から2ミリメートルの恥舌がある。春から夏に直立して分子しない方だし、穂の長さは10から30センチメートルとなる。穂には柄のないコボをつけ、コボは長さ2センチメートルほどの小鼻を5から10個つける。コボは第二方へと、 長さが同じかやや長い。小花には15ミリメートルほどののぎがある。小ボはホジクよりも太い。ホジクはザラつく。ヨーロッパ原産とされるが、西アジア起源が指摘されている。世界中の温帯域に分布する。日本には明治年間に帰化した。生態栽培される麦類の擬態雑草で、草圏が直立し、飛脱流星であったり、からの覚醒など、生活史が、 麦類と同調している。内製菌、カ核菌かのネオタイフォーディウム属の感染により、菌の生産する昆虫に対する神経毒ロリンアルカロイドが毒麦の植物体から初めて分離された。また、動物への毒性を持つ麦核アルカロイドも生産される。学名、ロリウムはケルトゴローロに由来するため、カ核菌混同説もあるが、聖書では、 毒麦の例とえとして使われている。新約聖書中のマタイ書13章24から30節、畑の毒麦の例え、34から43節、毒麦の例えの説明に記述された、ゼータ体をたぜた乳イオタアルファーが、毒麦と訳される。畑の毒麦の例え以外では、毒麦という言葉は、聖書では使われていない。若いうちは、小麦と判別しづらい。 根も小麦と入り組んでいるため、抜くと麦も一緒に抜いてしまう危険性がある。方を出せば区別できるので、収穫まで一緒に育つままにしておくように命じたという聖書の言葉の意味が理解できる。この例え話の筋は次のようなものである。ある人の畑に敵が毒麦をこっそりとまく。下辺たちが気づき、すぐに刈り取ろうとするが、主人は収穫の時期を待つ。 よう指示する。すぐに抜けば良いものも抜いてしまうが、成長しきった時なら完全に寄り分けることが可能だからである。ありがとうございます。